キャプスタンは、フランス、奥下にー地域圏、エロー圏のコミューン。キャプスタン湖、オード圏との県境に接している。標高20メートルに位置するラカラント川はキャプスタンを横断する主要河川である。ラカラント川は増水したオード川と同様に湖への主要供給源である。キャプスタン湖は季節によって水位が異なるが、湖は生態学上優れた湿地帯で、 多くの種類の鳥類が繁殖する。湖はナキュラ2000の特別保護区域に指定されている。町は内陸でベジエとカルカソンヌ間を結ぶ県道11号線が走っている。また国道113号線とオートルート A 級が分割される。二次道路はキャプスタンから北へ、ピュイセルギエ、北西のカランと南のキュクサックとなるボンヌ、北東のモレイラン。 南東の二ンレアンセリヌとを結ぶ。オートルート A 久道路のベジエ、南インターチェンジから、キャプスタンは18キロメートル離れている。コミューンを、ミディウンガが横切っており、西に大きく蛇行した後、北から街を迂回している。運河は、航行可能であり、歩道を徒歩、または自転車で追跡できる。キャプスタンとコロンビエをつなぐ古い鉄道路線は、ベジエからナルボンヌまでの路線で、 旅客輸送も貨物輸送も廃止されている。最も近いのはニサンレアンセリュヌ駅だが、わずかな本数のテル路線しか止まらない。ベジエ駅が広範囲で便利である。ベジエビアス空港は、ベジエの東 12km にあり、ライアンエアーの路線がある。862年にカパートスタニオと記されたことが、証明されている。キャプスタンは、ラテン語のキャプテスタグニーから派生している。 これは、今日部分的に干拓されているキャプスタンコの北端に位置しているためである。オック後のラングドック綴りキャベシュタネッチは、北オック後のシャビシュタネッチ、カタルーニャ後のキャベスティニと完全に一致する。フランス革命の間、コミューンの市民たちは、革命歴2年フリメールに結成された人民集会と呼ばれる革命集会に参加した。それは、頻繁に開かれなかった。 2016年時点のコミューン人口は3194人で2011年時点の人口より3.87%増加した。参照もと1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は当該コミューンの人口統計によるもの。1999年までイヘス。 カシニー、2006年以降、INSEE 村の経済は、主として、農業、ブドウ栽培、オリーブ栽培、畑作に基づいている。地理的保護表示扱いとなっているワイン、ことを男性セルヌを生産する。ありがとうございます。